1933年、日本は欧米列強との対立を深め、秘密裏に巨大戦艦の建造を計画していた。世界最大かつ最強の戦艦だよ。この船の名はヤマト。彼らの戦艦は戦争への一本道だ。断ち切らねばならない。お断りする。軍人というやつが大嫌いなんでね。君は噂の天才か。数字は嘘をつかない。数学で戦争を止めようとした男がいた。僕は美しいものは何でも測らないと気が済まないたちなのだ。数学の天才だという触れ込みだったが、ただの変人なのかもしれんな。数学には世界を変える力がある。君はこの戦艦を測りたいとは思わないのか。ええ、全く。変わってるな。重大な欠陥があります。めちゃくちゃな人だもん。艦隊決戦こそは海軍の本懐だ。絶対無理や。これ私のせいですよね。必ず負ける。この国の命運がかかってるんだ。この怪物を生み出してはいけない。アルキメデスの対戦。